ナイス取ると、ああ良くなったんですね。うん、ナイス取ると。でまっすぐ下がるよりはサイドの方がいいですね。右サイドの方がいいかも。あ、左、うん、そっちでもいいし、どっちか。うん、で要はそう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 、そういうふうにする。でストレートでもいいし、ボディでもいいし、はい、その辺は。うん、そうそうそう。でサイドから打つとか、そういう感じ、そういう感じ、はい、そういう感じです、そういう感じです。そう、ジャブも下とか上とかも打ち分けれますからね。で下にジャブとか、そうそうそう。うん、でその起き上がるついでにストレート、上にジャブ、あ、そう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 、それでいい、それでいい。最初上にジャブ打っといて、はい、次下にジャブで、そっからストレート、そうそうそう、いいじゃないですか、いいじゃないですか、威力が出てきた。あ、そう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 、ナイス。あ、ストレートちょっと強くなったですね。なんか重みがあるね。ナイス。あとはその左ストレートを当てたいもんで、その目のフェイントとか下見ながら上とかね、はい、ジャブ打つふり、そう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 、そういうこと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 です。そうやってやると疲れないじゃないですか。手出すよりも目のフェイントの方がはい、はい、そうっす、そうそう、打つふりしてとか、はい、うん、そんな感じ、そんな感じ、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと、はい、今の感じ、今の感じ、そう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 、うまかった、うまかった、うん、あ、ナイス、そういうの、そういうの、そうやってると緩急がついて速く見えるし、はい、うまくなってきた、うまくなってきた、うん、はい、そんな感じです。そう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 、打った後に要はそうやって体を、頭の位置を動かした方が、そうそうそうってやると、うまい、うまい、うまい、いいじゃないですかできる人みたいになってるはい、先生アラフォーが頑張ってるナイス、いっくん、そうそうそう、いいな、いいよ、いいよ。で、そうそう、たまにそうやって頭動かしたり、パンチを打った後に頭を動かすといいですね。そこにずっと止まっとると殴られるから、そうそうそう、ナイスナイス。打ち折りを狙ってくるんですよ、みんな。そのパンチを打ち終わった後を狙ってくるから、そこを、そう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 、そうやって振って動かしたりとか、うん、いいですよ、ナイス、そう、うん、あと40秒、そう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 、そうたまにもそういうのね、上に連発しといて、最後ボディストレートとか、そうそう、ボディストレートですね、バーバーって最初細かいの打っといて、で下で上、あと右フックですね、下にボディストレートから右フックって感じ、そうそう、最後はで下、ナイスってやるといい感じです、はい、ナイスナイス。ただ要はまっすぐ連打で手を真ん中に寄せといて、右ボディとか右フックとかでもいい、うん、そうそうそう、それでもいい、うん、そういうこと、そういうこと。まあそこで足止めといてもいいですし、足連打で4発ぐらい打っといて右ボディとか、最初手を真ん中に集めといてボディフックとか、うん、どっちでもいい、どっちでも、右ボディ右フックでもいいし、あ、うまい、うまい、 OK。